10月9日から12日までの4日間、いなべ市青少年育成市民会議北西支部と北西町子ども会育成者連絡協議会が主催する折り紙と人形劇の集いが開かれました。これは親子の触れ合いや地域住民の連帯感を深めてもらおうと、毎年北西町内の4つの施設を利用して行われている恒例行事です。最終日の10月12日、会場となった畑公会堂には、地域の幼児や小学生とその保護者、およそ70人が集まりました。はじめは、いなべ市を中心に活動している劇団はたいもの5人による、腹話術や手品などの出し物があり、会場は笑い声に包まれていました。各会場とも多くの親子が集まり、楽しいひとときを過ごすこの催し。童心に帰って子どもと遊べると、保護者の皆さんにも好評です。また、折り紙工作では、参加者は親子で協力したり、はたいもの皆さんに丁寧に教えてもらったりしながら、風車を作りました。折り紙工作では、毎年作るものを変えていて、中にはこれまでに作った折り紙を大切に残している人もいました。子どもたちは家でもまた作ってみたい、友達や家族にも教えてあげたいと話していました。いなべ市青少年育成市民会議北西支部では、地域のつながりが薄れている今、遊びを通して親子や住民の絆が深まり、笑顔に包まれた地域づくりにつながればということでした。